満開の野獣がやってきました。キング・ジョーの入場であります。行け。ミサワ。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、270パウンド。キングジョー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 。赤コーナー、255パウンド。ミサワ。ミチハル。社長。レフリー、ヘッドシューズ運の。ジョがゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。エルボーを入れていきます。ナックルを打ち込んでまいります。グーを打ち込みます。組みに行きます。フライングメイヤー、サッカーボール逆水平、掴んだ、あっとエルボー、抱えます。逆に投げてまいります。行くのか、ロープに飛ばした、キックを打ってまいります。ランニングしたのエルボー、起こしてまいります。掴みます。ああ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。リング下に落とします。あーっと、飛ばない。リング内に戻ります。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。強烈に締め上げてまいります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。絞り上げてまいります。ロープブレイクです。腕をフックします。エルボー、掴んだ、キックで返します。掴みます。肘を打ち込んでまいります。ロックアップ、ロープに振った。このあたり投げ技なんですが、いかがですか。そうですね、投げ技っていうのは力だけじゃダメなんですよね。タイミングでね、持っていかないといけませんからね。ああ、なるほど、そのあたり注目であります。トップ、スタンディングを取らせます。
ロックアップ。お気をつけください。顔面へのキックです。返してまいります。走り込んでのエルボー。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。起こします。組み合います。リングに戻してまいります。リング内に戻ります。小脇に抱えます。エルボーでブロック。掴みます。かち上げ式で打ってまいります。掴んだ。あっとエルボー。組みに行きます。投げてまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばれになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。カバーに入ります。肩が上がります。呼吸を整えています。組み合います。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロックアップ。巻き投げで切り返します。引き起こします。組みに行きます。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。そうですね。ブロックします。リング上はキャメルクラッチの体勢です。掴みます。エルボーを入れていきます。掴んだ。エルボースピニングエルボー。いくのか。ロープに振って封鎖式で落としてまいります。そのまま絞り上げます。バックに回ります。エルボーで返します。強烈なキックです。回転してのエルボー。チョップがうなってまいります。引き起こします。バックドロップの体勢。バックドロップ。綺麗にこう描いた。掴んだ。ブロックした。バックを取って、バックドロップ。岩石砕け散る。コーナーに登って、無人島に漂着してしまった。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。組み合った。あっと倒していった。フェイスロックに入った。ここでロープブレイク。エルボーを打ち込む。起こした。頭を掴んでエルボーを入れていく。ものすごいグーだ。エルボーの連打。いけるか。対角線に飛ばした。あっとジャンピングに。あっとエルボー。ガチッと組み合った。コーナーに振って、カウンターが待っていた。あっとキック。引き起こす。抜くのか。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい。ダブルアームスープレックス。ガードした。
首根っこを掴んだ。15分経過。エルボー送信。ローキック強烈。ロー打ち込む。ローキック強烈なローだ。掴んだ。ブロックした。水面蹴りが決まった。立たせていく。小股に挟んだ。ひねりの効いたバックドロップ。抑え込んで。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。エルボー強烈。エルボー強烈。抱き起こす。あっとラリアット。立たせていく。いけるか。場外に落とした。気合を入れた。エルボー。抱き起こす。ガジェット組み合った。リング上に戻した。今ソフトボールですね。後頭部痛打か。起こした。トップロープを奪う。エルバーダイビング。カバーの体勢。カウント2.5。稲妻レッグラリアート。引き起こす。奥歯を噛みしめた。顔面へのキック。引っこ抜きか。あっと顔面。引っこ抜きか。感極まって泣き出している女性ファンもいます。エクスタシークライマックス。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。エルボーの連打。頭を掴んで、エルボー速射砲。掴んだ。エルボーを打ち込む。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。首根っこを掴んだ。エルボーで返す。頭を掴んで、エルボー速射砲。掴んだ。エルボーを入れていく。強烈ジャンピングキック。ガードした。組み合った。コーナーに振った。チョップとグーが襲いかかる。引き起こす。